農業は技術だ。なんか言ってる。どうしたの？今日は一人で寂しいです。はい。12月28日、今日寺坂農園はね、仕事納めだね。はい、あ、お疲れ様でした。2020年ありがとうございましたっていう感じだね。はい。はい、で、みんな大掃除終わったの？大掃除。大掃除中枢。あ、お中、あ、ごめんね。あ、大掃除してたの。みんな中枢。で、俺がいきなりこう、メロンの食レポやるとか言ったから、掃除が中断して、事務所の中が静かで、すっごいやりづらいです。普通にしてて。今日は、あ、2020年、最後の食レポは、これ。映ってる？伊藤はじめ農園さん。熊本県から届きました。何が入ってるかな？よっ！お、メロン！きたー！冬にメロン。あ、すげえ、ね、見てこれ。雪だよ、雪。外マイナス10度だよ。で、超年末なのに、こうやって、メロン。立派だよね。綺麗だね、ネットもね。綺麗だね。これが、ソナタ。ソナタ？ソナタだと思う。うん、ソナタ春秋2号、うん、でよいしょ、こっちがなんとじゃじゃん、クレセントですよ。青肉のクレセント、でうちで今年2500玉ぐらいね、うん、作ってすごい大人気だったクレセントメロン、熊本でもね試験栽培してみたっていうことで伊藤さんから届きました。まさかこうこの年末にクレセントを食べられるとは思わなかった。アールスメロン、うん、うん、シールだけだと思う。アールスだったらもっとネットが盛り上がってさ、うん、ね、ちょっとネットの質が違うと、うん、そのあと春秋にも、確かに、これ果肉何色なんだろうね。よし、食べてみましょう。これね、収穫したのが12月17日、うん、だからちょうど11日目だね。収穫して11日目のメロンです。こっちも、こっちも、うん、12日って17日って書いてある。で、そなたの方はお尻をしてもちょっと硬い、うん、ちょっとだけ引き込むかなっていうぐらい。クレセントもそうだよね、お尻の硬さより収穫した日付10日目ぐらいから食べた方がいいよね、うん、あんまりお尻柔らかくならないよね、うん、ならない、クレセント。よし、じゃあ切ってみますか。綺麗なメロンだよね、ほんと。お、ヘタ切って、青肉？何それ？青？そうだよね。じゃじゃーん、青肉。おお、美味しそう。ピント合ってる？合ってるな。美味しそう。ちょうど食べ頃なんじゃない？ね、こう飴色になってね、うん、メルティング質になってちょうど食べ頃のような感じがするね。これ辺に置いとく。これでクリンクリン。出た。調理器具クリンクリン。ごちそう先生の。これで出ろー。簡単に取れる。いい感じだ。こんな便利なものあるんだもんね。あるんだね。普通に売ってるのかな？売ってる売ってる。ほんま、本マックで見た。あ、2個と2個と。種がほんと取りやすい。よいしょ。みんな食べるもんね。みんな待ってるよ。あ、仕事納め。仕事納め、メロンですよ。みんな待ってる。何も言わないけど。イエス。じゃあ、みんなの分残すか。この果肉食とかこんななかなかないね。よいしょ。では、その他春秋系2号いただきます。どうぞ。うわ、なんかやばい、なんか自然と笑顔になってしまう。あ、ちょうどいいよ、果肉か。よっ。うん、どう？美味しい。うん、美味しい美味しい美味しい。うん。甘みもそうだね。これ糖度14度ぐらいでバッチリじゃない？うん。普通に甘い。うん。果汁がすごい。うん。うん。
ちょっと繊維強いかな。うん、強く見えるね。うん、繊維、あの糸感っていうの、バリバリバリって感じがする。うん、でもうまいからって。やっぱ熊本のメロン。繊維が強そうです。熊本いいね、今頃のメロンね、これってね。じゃあ真冬だもんね。リンゴみかんの季節になんかメロンあと数日で正月だというのにこれお正月食べれたらいいね。うん、いいできるんじゃない。うん、だって12月中旬でこんなにいいメロン作れるってことはあと10日の場所もね、お正月メロン、ちょうどお正月にみんな集まったらって集まれないから。うん、果汁たっぷり、おいしい、おいしい、おいしい。じゃあ次、クレセントだね。果汁が溢れてる。クレセント。これ試験種が横浜植木さんが試験種を送ってくれたの、熊本に。へー、うん。でも熊本でもちゃんとなったね。ね、綺麗だね。クレセント綺麗だね。うん。あ、でこれはね、お尻がちょっとへこむ、ペコペコって 2,3 ミリへこむような感じ。収穫から11日目です。あ、一応常温ね、事務所の中で常温で置いておきました。よっとよっしゃ、よし、大きさもいいね、ちょうどいいね。うん、大玉サイズ、じゃーん。おー、おー、いい、すごいメルティング数出てきて ね、ちょうどいいか、熟しからもいい感じで、プレゼント分かんなくないっすよね俺は分かるよネット見たんだけど分かるよ。置いたので懐かしい。うわ、あ、この種の空洞部分の小ささ、本当だ、分かる。説明するとクレセント、うん、こっちがソナタ、うん、ほらこの空洞部分ね、空洞部分、クレセントの方がすごい小さくて、うん、果肉がすごい厚いね、果汁、うん、食べれる部分が多いっていう違いがある ね、うん、ね、うちのあのルピアレットね、とても美味しい赤肉品種だけど、うん、あれはちょっとここ空洞が大きいんだよね。そうだね、うん、大きい。なるべくここ小さい方がやっぱり食べる方としては、よいしょ、うわー、美味しそう。果肉食も違うね。うん、逆にしたら分からなくなるね。そう、果肉食ってすごい大事なの。あの見た目 の、 あの食べる前の美味しさ見て楽しむと、ほらこっちはちょっと青っぽいでしょ、こっちの方がクリーム色っぽくて、うんうんね、人間の食感で言ったらこっちの方が美味しそうに見えるっていうのを比べてみればね、うん、そういう傾向はあるね。うん、品種によって同じ青肉でも結構色違うもんね、うん、割ってみたらオレンジ色っぽい青肉だったとかね、うんうん、なかなか比べて食べるってことない、うん、やだ、クレセント、まさかこの年末にクレセント食べられるとは。いただきます。あ、もうスプーンが違う、スッていく、スッって、あのバリ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 っていうか、うん、うん、違う、スルンって、うん、これはちょっと、あ、生きてる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 。いただきます。うん、甘っ。あら、これすげえ。すごすぎて喘息発作。おいしくて喘息の発作。すげえ。うわ。汁が入った。うまっ。あ、上手。すげえ滑らか。落ち着いてください。ちょっと興奮してきた、これ。きた。落ち着いてください。きた。これ懐かしいわ。夏の味きたよ。あとで食べれるから大丈夫だ。ちょっとあの一応特権で専務。はい。あ。食べたいでしょ。よいしょと。
音声だけでも。うまっ。すごいみずみずしい。ね。全然うまいでしょ。うん。うん、全然うまいでしょってとんでもなくうまいでしょ。うん、あ、比べたらわかるよ。後で比べていただきます。うん。ちょっと逆になっちゃったけど、こっちが編集するから大丈夫だよ。そうなった。全然違うでしょ、うん、すごいでしょ、やっぱクレゼントね、うまい。これはリピートつくわ。あ、メロン汁あふれる。メロン汁言うなってね。果汁あふれ。一応本2冊出してる作家さんですから。日本語間違えるなって。うまい、甘い。あ、そうですね、これ後味がいいんで、うん、ああ、ね、この残ってる味、後味がずっと続くの、やっぱクレセントの特徴出てますよ、うん、いやすげえ、熊本ヒーツを今ちょっと思った。頼むから熊本でこれ作らないでほしい。ね、うん、熊本県やめてよ、これ作るの。美味しいんだからね。いや美味しい美味しい。はい、伊藤のさん、でもあの両方本当に美味しいですけど、最新品種ってやっぱね、すごい改良されてるんだなっていうことがすごい分かったし、うん、伊藤さんのね、やっぱ栽培技術もあるんだね。美味しいよね、うん、うん、美味しくいただきました、年末に。ありがとうございました。はい、それでは2020年最後のメロンの食レポを終わります。はい、また来年よろしくお願いします。農業って本当にクリエイティブで面白いですね。